1月20日朝5時半でございます。今日の久々に菓子パンコーナーはこの2割引きのねショコラね、ショコラクッキー見るからに美味しそうでございます。これをね524キロカロリーなんですけども、これを早朝に久々に食べてみようかなって感じですね。まあショコラだけにパリパリのチョコがね引っかかっていて、ちょっと下に何か引かないといけないかな。ポロポロっといきますからね。じゃあいただきます。こういうのねチョコ系好きなんですよね。まだ体に悪い、健康に悪いって言われそうですけども、いいんじゃないですかね。多少体に悪いっていうかね、体にいいことだけやってて、もうなんだろうね、なんか求めるものを食べればいいんじゃないですかね。まああんま食べ過ぎは良くないんですけども、まあ酒やタバコをやらない部分だけ、菓子パン1個で酒やタバコよりも有害ってことはないと思いますんで、まあお酒タバコされてる方もいると思いますんでね、体に悪いよ菓子パンなんてって言うんだったら、お酒はねタバコを吸ってる方にもちゃんと怒ってくださいね。ということでいただきます。いろいろ言い訳がましいことしてますけども、思ったより美味しくないよこれ。これはね思ったより美味しくないです。もう一口目からあんまり見た目は美味しそうだったのにな。これはもう大したことないですね。やっぱりいつものバナナクリームサンドがいいわ。4割引き、371円。このね給食のコッペパンみたいなのがやっぱり時代を超えて愛される味ですね。いただきます。これはね変わらぬ美味しさですね。発がん性物質が入ってそうです。もともと水にはね、お水ですよ、水道水、その他の水にはトリハロメタンが入ってますね。発がん性物質の水を飲み、発がん性物質のコーヒーを飲み、発がん性物質のお風呂に入ってるというね、そして発がん性物質の水で練り込んだパンでございます。もうね不老不死ではいられないですから、楽しんでいきましょう。いってらっしゃい。